はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、グレンの、自作加工オキアミの浅漬けですね。浅漬けっていうのは、まあ、漬物とかの浅漬けね、あの一晩寝かせじゃないけど浅漬けみたいな、そういうイメージで、まあ、浅漬けと自分は呼んでますけども、その浅漬けで使うレシピですね、加工オキアミを、加工オキアミのね、あの漬け餌で使う浅漬けレシピを、今日紹介していきたいと思います。これも開発期間的には2年ぐらいかな、2年ぐらいで、あ、なんとなくこれでまあちょうどいいかなっていう量っていうか、いろいろね、調整したのよ、自分でいろいろね、浅漬けで使う上で調整して、やっと完成したといった感じです。まあ、完成してもう2年ぐらい経つんで、もう開発から4年ぐらい、自分の中で開発から4年、じゃあ5年ぐらい経ってます。はい、ということで、早速その、浅漬けのレシピ作っていきたいと思います。レシピはですね、2種類、基本的に味が違うだけ、基本的に入ってるものはほぼ一緒で味が違うっていう、まあ、そういう感じです。それでもやっぱり、釣り場でやっぱりどっちかが大体食ってくるって感じ、こっち食ってくるとかあれば、昼からこっちが反応が良かったとか、でもこの2種類っていうのはすごくね、やっぱ釣り場も持ってってて、やっぱこういいなと思ってるんで、開発期間っていうかな、の時に4種類ぐらい作ってたのよ。でも4種類のうち大体こう2つのうちの、まあ、どっちかっていうか、4種類のうちの大体2種類、これとこれがやっぱり食うなみたいなのがずっとあってね、それ2年ぐらいかかってるから、そこの時点でね、はい、まあそんな感じですでそこから、まあ、ある程度完成して今の2種類に絞ったといった感じ。あんまり作ってもめんどくさくなるんで、だから2種類ね、やっぱこう食わせるための2種類という感じで、早速作っていきたいと思います。レシピに必要な材料はこちらになっております。まず一つずつ紹介していきましょうか。まずこちらですね、味の素なんですけども、味の素じゃなくてもこれね、味の素から出してから味の素だけど、まあ、似たようなやつがたくさんあって、まあ、成分がこのこれですね、グルタミン酸ナトリウム 99%、グルタミン酸のやつなら何でもいいって感じ。味の素から出してるから味の素というか、あのメーカーの名前があるんでね、ちょっと名前が違うやつもあります。だからこの旨味調味料のこのグルタミン酸ナトリウム、これやったら何でも OK です。あの加工オキアミとしてはもう主成分ですね、主成分の一つ。そしてもう一つの主成分、みりんですね、みりんタイプです。みりん風とかみりんタイプですね。本みりんでもいいですけど、本みりん高いんですよ。あれって基本的には、まあ、一番は違うの、アルコールなんだよね。アルコールの濃度が違うの。これアルコール 8.5% なんですよ。これね。でも本みりんってなると 12% とかなんかそんぐらいなんで、置いてる場所がそもそも違うんだよね。正直、グレンの食いに関しては、本みりんであろうがみりんタイプであれ、みりん風であれ、変わらないです。変わらない。何を言ってもね、もうグルタミン酸ナトリウムというか、うまみ成分というか、アミノ酸これに入ってるんで、別にだから、みりんタイプであろうが、本みりんであれ、どっちでもいいです。はい、そして、この味付けの2つですね。この2つ。これが味付けの2種類、分かれてる2つです。はい、まずね、味付けを1つずつ説明していきたいと思います。まず1つがこれね、これ。まあ、見る人が見たら、あれ、もしかしてと思われるかもしれないんですけども、これはですね、マルキューの V9 スペシャルですね。スペシャルの、粉だけを抽出したというか、本当はいろいろね、麦とか、なんかいろいろ入ってるのよ。あれをザルでこして、粉だけにした。それだけです。だからもう、よく見るとこれね、これ、この黄色い部分、ちょっと見えると思うんですけど、これね、パン粉です。パン粉。パン粉は結構細かく入ってるんですね。うん。まあ、だからまとまりが、ね、より簡単に良くなるというか、まあ、そういうあれなんですけども、まあ、味付けの一つが V9 スペシャルの、麦とかその粒子を除いた分の本当に粉だけ、ザルでね、こした粉だけの分です。そしてもう一つが、もうすでに見えてますけども、これ、マルキューの同じく活性起爆剤ですね。はい、これが二つ目の味付けでございます。まあ、味付け的にはこんな感じね、ちょっと画面上入らないんで、ちょっと変な感じで置いてますけど、はい。そして、他に準備するものですね。準備するのはこれ。で、見ての通りね、はかりを使います。はかりを使うのは、もうそれだけ、もう細かく結構ね、こういろいろ、テストしてきたんですよ。うん、これあんまり多く入れても、あんまりそこまでの効果がないなとか、いろいろ考えながらやったんで、結構ね、このはかりをちゃんと使ってやってました。そして、加工の入れる袋はこれね、まあ、
なんてジップロックジップロックみたいなやつ、こうやつね、こうやつ、サイズはね横に書いてますけど180×200、厚みは 0.07 ということで50枚で198円です。1枚あたりで言うとちょっとややこしいんで、100枚にすると400円ぐらいじゃないですか。だから1枚あたり、まあ、4円ぐらいですね。これ1枚あたり4円なんで、これ2種類ね、2種類使うんで2袋ということで、袋代が8円となっております。まあ、これ安かったですね、うん、これハンズマンで本当安かったんですよ、198円で。またあったらちょっと買いたいなと思ってます。はい、ということで早速作っていきますか。まず電源を入れますと、はい、電源入れて、まずこの袋、あ、袋やっぱり 6g とかあるんだねなるほど。あのね、いつもあのキッチンでそのまま作って、これキッチンに置いてるのよ、そのままね。だからキッチンのスケールで測ってるから、スケールというか測りで測ってるから、もう袋の重さとかあって知らんかったわアナログなんだよ。袋とかこう乗せても分かんない、アナログだからさ出ないんだよ。でこれね、今これ、まあ、6、7とかなってるけど、これね粉を入れて25ぐらいだから、粉が20ぐらい、うん、見えます？今24、粉で20ぐらいいる、うん、まあ、26、7、まあ、大体20から25グラムかな、粉が。でそのままこっちも、約20グラムね、粉だけで20グラム入れます。一発でしたね、はい、これで、まあ、味の素は終わりです。これで終了。ちなみに、この一袋で作れる量がこの一つかみ分ぐらい、こうおきあみをこうぼってこんぐらい、この手のこう入るこの量っていうのかな、この量ぐらいがだいたい作れる量です。ざっくりざっくりで、ここにですね、あ、もう2つ入れたら、まあこれですね、はい、活性起爆剤の方、まあどっちかというとこれがノーマルタイプかな、うん、まあ、これを、まあ、入れるか入れないかだと、入れた方が完全ノーマルに比べたらこっちの方が良かったとか、あのマキエの中のオキアミ結構使いますけど、でもこっちの方が良かったっていうのは、結構こっちの方が釣れる確率が高い、うん、作った中でね。でこれも20 25、これ25か、だからさっきの袋とこれが、粉が20でしょ、最初の味の素が20で、袋が5あって今25でしょ、でこれが25入れます。20か25、どっちでもいいです。あのオキアミ入れる量がざっくりだね、一つかみというざっくりなんで、まあ、合わせて50になれば数字的にちょうどいいかなっていうので、だいたいそれで作ってます。ちょっと入れすぎたね、ちょっと入れすぎたけど、もう戻しません若干入れすぎたね。だから25だから 30g 入ったのか、この活性起爆剤ね、 30g 入りました。実際には25ぐらいで、この数字がちょうど50になったらちょうどよかったかなといった感じですね。でこれでそのままだと混ざってないんで、これで混ぜます。まずね、これ全然、ま、混ざんないんですよ、この端っことか全然混ざんないから、こうやってよーく混ぜます、うん、よーく混ぜます。でみりんタイプね、みりんタイプを入れます。開いてるよね、蓋開いてますね、開いてます。でこれを100入れる、だから150になればちょうどいいって感じ。これからこのまま上からね、そのまま入れるだけです。ちょっとカメラがあるんでやりづらいけど、119、これでも150になれば完成。で入れすぎたね、若干入れすぎた、はい、ありますあるんだよねよくあるある。それを蓋閉めて、あのちょうど超ぴったりって難しいのよ。でもいつもそんなにずれないようにするために、わざわざちょっと一旦どけて、これでこうちょっと押し付けるように、こうちょっとこうやった方が混ざりやすいのよ。こうやった方がね、こうやった方が混ざりやすい、うん、変な混ぜ方でしょでもこれが一応混ざるのよ、うん、こんな感じね、はい、こんな感じ、はい、これで一つの液が完成ですと。よし、
はい、でもう一つね、はい、そしてもう一つのレシピの方いきたいと思います。まず重さ28、まあこれを入れてもう50になればいいです、うん、だからまあ同じ量っていうのかな、あの味の素と味の素ね、味の素とこのこれが一緒の量ぐらいになればいいです、うん、5対5っていうのかなです。だから今28なんで、まあ、ざっくり50ぐらい、難しいんですよ。あのこれ本当ね、 1g 違うと、まあ、変わんないんでね、はい、42。いや毎回ね本当にガチでこんな感じで作ってました。ちょっと入れすぎたか。52、はい、まあこんな感じですこんな感じこれも同じようにこうちょっと混ぜます。この時ね、よく混ぜないと味の素がちょっと水がすこし、あれなんですよ、なんかこう吸いにくいというか、あれだからこうちょっとできる限り混ぜた方がね、ここである程度、ある程度よできる限りっておかしいな、ある程度混ぜた方が後からちょうどいいというか、混ざりやすいというかね、あの みりんタイプが染み込みやすいです。はい、そしてみりんタイプ、これも大体基本一緒の量です。ただこれね、あの V9 の V9 は普通のこう就業剤として使う粉なんで結構水吸います。だから粉の量がちょっとね多かったり少なかったりすると、あのドロドロになったりする、水を吸ってしまってね、さっきみたいなあのこういうね液体、ちょっとね少しとろみがあるというか、若干ねこれぐらいの液体が理想です。液体のこうのなんていうかな、ね、粘土というか、これの方がもっとこう土みたいなドロドロになりやすいです。やったらわかるか。これに、今何ぐらいだ ?52 なんで、152を入れれば OK なんだけど、大体ね、ちょっとあれなんだよね。あの、ちょっと水多めにしないとダメだったりするときも多い。この時の気温とかによるんかな。入れすぎた、うん、2g、2g 入れすぎましたね。それで混ぜると。よし。混ぜるときはやっぱこれ。これが、混ぜるときはやっぱこれがね、一番早いです。早いし、一番こう、混ざりやすいというか。本当にいつもこうやってんのよ。これ、地味な作業ですよね。地味な作業だけど、毎回こうやって作ってます。ちょっとね、この、ほらね、端、うん、こういうね、端っこが、なかなかね、浸透しないんですよ。あ、いいっすね。いい感じです。いい感じ。これが、ちょっとね、水分が少ないと、あの、今までね、検証をした結果、あの、たまに、本当になんか、ちょっと粉が多かったりすると、粉ね、この V9 のこのスペシャルが、ちょっと多すぎたりすると、もっとこう、なんか、なんていうのかな、もうちょっと土の塊みたいな感じになるのよ。もうこうちょっとこう、なんていうの、本当、なんていうか、薪で使う、こう、なんていうのかな、ちょっと塊みたいになったりするんですよ。そうなると、この水分がないんで、オキアミを入れてこう混ぜてもこうなんか浸透しにくいのよ。でもこのちゃんと水気がある状態、これこそこうちゃんとね水圧というかあれでこうオキアミに浸透していくんだけど、ちょっと水気が弱いとね、もし入れてこれあれもうちょっとこれもちょっと粘土っぽいんだけどってなった場合は、少しね 10cc とか 20cc だけ追加するだけで結構変わるんで、そうやってみてください。これぐらいが理想。このこっちの方はね、このちょっとわかります、こう立てるとすぐ落ちるし、寝かせるとバーッと広がる。たまに本当ね、こう硬い時あるのよ。同じあのグラムで測ってんのにかかわらず、あれなんか硬いぞみたいな。で追加で結局 20cc 入れたり 30cc 入れたりっていう時は あるんですよ。なんだろうね、全く同じように作ってるのに、なんかねちょっとコーナーがちょっと 10g 多かったとか、まあ、その辺もあるかもしれないけど、なんかそういう時あるんでね。そういう時はまあちょっと水というかあのみりん風をちょっと入れてこれで作ってみてください。ほんとこれぐらいが理想。こっちはね、こっちの方がまあその就業剤じゃないんで粘土がないから、もっとこうちょっと緩い感じが分かるかな、うん、めちゃめちゃ緩い水っぽい緩い感じがあると思いますけど、こっちもちょっとねもともと就業剤が入ってるんでこんな感じです。でこれで2種類ねできました。はい、完成しました。この2種類ですね。こっちが V9、 もう色が分かる、色で分かりますけども、この2種類でございます。これはね本当もう開発からすごい、もう最初はねもっと多く作ってたのよ、うん、めちゃめちゃ多かった。
でも一つかみ作る分だったらもうこの部分ぐらいね、一つかみってもうこのこうバサってね、オキアミの解凍の部分を持って、解凍された部分を持って、この本当このこの分ぐらいがこの一袋で大体作れる量になっております。もともとはもあの最初はねもっと多かった、うん、あの粉100とか入れてました。100はないけど50か、粉っていうかあの味の素、味の素50とか入れたりするのしたのよ。そうするとあの粉だけ作って、あと行った時にあのいつでも作れるように作っておいて、あとから水をしてたね。最初水、粉は粉と粉は50-50で、向こうに顔例えば顔釣りに顔あの解凍頼んで行くじゃないですか。でその時にこの一つかみこれ入れるんだけど、その時に水でやってたの最初ね。だけどいまいち締まりが良くないというか、なんか食いがなんかちょっといまいち足りないんだよねみたいなそういうのもあったんですよ、うん。でちょっとどうかな、まあ、加工するならやっぱりこうねみりんとか使った方がやっぱいいのかな、まあ、自分ねオキアミ加工いろいろやってるからみりんとか使った方がやっぱ効果あるのかなと思って、そのみりんを使い出してやっぱちゃんとオキアミのねちゃんとハード加工、ハード加工もないけどミディアムハードぐらいかな、これでミディアムかな、まあ、メーカーの加工オキアミぐらいの硬さにはなります、うん。でそれぐらいになるまでこう水だったらなかなかならなかったんで、やっぱ みりん風場合アルコールが入ってないと抜けにくいのかなというので、作ったわけですよ、ここまでねでこれで本当一つかみで大体ちょうどいいぐらいの量になっております。まあ、あの作るか作ないかはあの皆さん見てる方にお任せしますのでね。この後の話なんですけども、これってこのまま置いておくとさっきの粉がだんだん沈殿します、うん、さっきの味の素とか溶けてなくて沈殿します。だからオキアミはこれに入れる前に一回ねこうやってちょっと軽く揉んで、こうやって揉んでね、こうやって揉んでちょっと混ぜてオキアミを入れるのがおすすめですね、うん。まあ、ちょっとこうやって混ぜるだけで、あの今はね混ぜたばっかりだから全然沈殿してないけど、あの何時間か経つと沈殿します。さっきの味の素がこう、ね、下に溜まるんですよ。だからこれでこう混ぜてやってオキアミを入れてくださいと。であとはできればその時ちょっと混ぜてやると、あのよりあのオキアミがあのこれに絡みやすくなるというか浸透しやすくなるので、その辺がまあおすすめかなと思います。であとは、まあ、これに入れてどのぐらいかな、まあ 2-3 時間ぐらいすればある程度の加工的には完成してます。結構濃度的には濃いというか、うん、まあ浅漬けなんでそのがっつりなんか冷凍して凍らないですよみたいな、がっつりした加工オキアミじゃなくて浅漬けなんで、これで十分、ある程度ハードのオキアミにはなります。めちゃくちゃハードじゃない、うん、あの餌取りの完全対策できるほどハードじゃないけど普通のあの塩としても取れないぐらいのハードのオキアミにはなるので、そんな感じで作っていただければと思います。で今は冬だから、あのこれをこのままオキアミ入れて、まあクーラーボックス入れる必要はあんまりないかなって感じ、うん、1日しか使わないから、これ次使うとかないんだよ。毎回作り直してるね、うん、行くときに毎回作ってます。磯に行くときに、大きい磯に行くときにもう一回作ってるんで、これ余ったらどうするかっていうと、自分は薪餌をね、そもそも余った薪餌って基本持って帰るから、その中に全部これ入れてます。ジャボッと入れてでその余った薪餌の中にこれがもう入ってる状態だから、袋だけ洗って袋はまあ再利用せず捨てます。うん、このジップロックとかやっぱそう破れたりね、こう何回か開け閉めするとここも弱くなるんで、液が漏れたりするわけですよ。そういうのも防ぐために、まあさっきの安い50枚で、200円とか1枚で4円とかね、そういうお得な時に買ってこうやってあの使ってるわけでございます。はい、まあ、注意点としてはまあそれぐらいかな、はい、でございます。でこれどっちが基本結構食うかというと、こっちね、うん、やっぱこの活性起爆剤こっちの方が平均して食う確率は高いです。うん、でもこっちが急にこっちしか食わない時もあるのよ。ガンがある、結構ね、その時その時に結構変わる。まあ、基本自分はこう V9 を入れるから、まあちょっとやっぱ赤系があった方がいいところもある。場所的にね、場所とか時間とかで結構変わるんですよ。だからこの2種類っていうのは、欠かせない、今自分にとって欠かせない2種類でございます。あとはですね、この袋。袋のサイズね。サイズ。サイズは20センチと今18かな。18、20とかのサイズぐらいで、いつも作ってます。で、このサイズを使うのは、やっぱこのサイズね、手がね、やっぱこう入って、ある程度こう中で軽く回したいわけですよ。
でこれ一枚ちっちゃいやつだとちょっと回しにくいのよ。オキアミをこう一つかみ入れて混ぜるのにもう回しにくかったのよ。で袋もねいろいろ試した上です。でこれ一枚ちっちゃくても価格的に20円とか30円違うかな。だから一袋あたり1円ぐらいしか変わんないんだよ。だったらこの混ぜやすくて使いやすくてオキアミも折れにくいのよ。でかいからね。ちっちゃいと混ぜるときにやっぱ頭が折れるとかそういうのがあるんでね。だからちょっと少しだけ大きめを使ってるのはそういう理由もあります。はい、ということで皆さんもね気になったらぜひこのオキアミ作ってみてください。オキアミ過去の浅漬け作ってみてください。はい、ということで今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。